ありがたきお言葉、今後もこのファーリス騎士として精進いたします。来たか。父上、実はお願いがあります。あちらの旅の方の頼みを聞いてはくださいませんか。おお、人助けとはさすがは我が息子、騎士道をよく心得ているな。なんだ、言ってみろ。はい、そのお願いというのは、あちらの旅の方に虹色の王様、大変です。サソリの化け物です。バクラバ砂丘にまたあのサソリが現れました。巡回中の兵士が怪我をした模様です。あの砂漠の殺し屋か。毎年この時期になると決まって現れるな。自国の平和を守るのは騎士の務め。二度と現れぬようよりすぐりの騎士を派遣し、今度こそ息の根を止めてくれるわ。あ、待てよ。そうだ、我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長したお前ならば、今回の任務もきっとこなせるであろう。で、歴戦の騎士を次々と亡き者にしてきたあの魔物を私がですか。私では叶いませんよ。で、実力者ほど謙遜するものだ。それに戦いを前にして武者震いも止まらぬと見た。頼もしい限りだな。よし、ファーリスよ、行け。砂漠の殺し屋を見事捕らえてまいれ。はい、承知しました。準備のため一度自室に戻ります。それでは。すまない、虹色の枝の話は後だ。話があるから後で僕の部屋に来てくれ。のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力してくれ。お前、騎士の国の王子だろ。少しは自分の力で何とかしろよ。それがダメなんだ。今まで訓練のくの字もやったことがなく、実戦は全部部下に任せていたんだよ。一人息子の僕は幼い頃から過保護に育てられ、父上と母上からどんな小さなことでも褒められてきたんだ。僕は両親や民衆の期待を裏切らぬよう、できないことでもさもできるかのようにやり過ごしてきた。そうこうしているうちに、僕の評価は実力に見合わぬほど高くなってね、いつの間にか後戻りできなくなっていたんだ。でも今回ばかりはとてもごまかせない。あのサソリを捕らえるなんて僕には無理だ。だから力を貸してくれ、頼む。はあ、ありがとう。君たちはこの国の救世主だ。魔物を捕まえることができたら、今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束しよう。それじゃあ城門の前で待ってるからな。準備ができたら君たちも来てくれよ。王子ね、この国の将来は心配だわ。お姉様、あまり悪く言うのもいけませんわ。きっと王子としての重圧があの方を苦しめているのでしょう。
なぜ魔物を捕らえると言ってしまったんです。戦うのは私たちでしょ。今回ばかりはいくらなんでも無理ですよ。待て待て、心配しないでくれ。お前たち、とびきりの助っ人を用意したんだ。ん？よし、来たな。紹介しよう。助っ人の皆さんたちだ。彼らに砂漠の殺し屋を捕まえてもらう。砂漠の殺し屋がいる魔中の住処はバクラバ砂丘という場所の一番奥にある。まずは西の関所を抜け、バクラバ砂丘に行こう。よし、行くぞお前たち。声が小さいぞ。ねえ、サソリちゃんを捕まえに行くんでしょ。楽しそうじゃない。あたしも混ぜて。お？サソリちゃんなんて楽しいもんじゃないぜ。だいたいあんた旅芸人だろ。サーカスの方はいいのか。サーカスよりもあのお坊ちゃんのことが気になってね。ね、私もついて行っていいでしょ。あなたならそう言ってくれると思ったわ。足手まといにはならないから安心してね。それじゃ張り切っていくわよ。オー！ようやく休めそうな場所に出たな。
とりあえずここで休んでいくとしよう。サソリを捕まえるのはまた明日ってことで。おなんだ、あなたも来てくれたのか。見ての通りだ。明日に備えてここでキャンプを張ることにしたからな。ええ、ここらで休むのは賛成だわ。サソリちゃんは手ごわいと噂だものね。私たちも戦いに備えて休みましょう。あなたたち男二人女二人の四人旅なんてロマンチックじゃない。どうして旅なんかしてるの？今はまだ全てが明らかになったわけではありませんが、勇者にまつわる伝説、その全ての謎を解き明かすために命の大樹を目指す旅をしているのです。もしかしたら世界に最悪をもたらしたという邪悪の神と戦う日が近い将来訪れるのかもしれません。ダメよせいにゃ、見ず知らずの旅芸人にそんなことまで話しちゃ。へえ、みんなの笑顔を奪おうとする邪悪の神ちゃんって悪いやつがこれから復活するかもしれなくって、あなたたちはそれを倒すために旅してるっていうの？何それ、面白そうじゃない。こんな話を鵜呑みにするなんて、あんた変わってんな。そういうシルビアはどうなのよ、なんで旅をしているの？私のことはいいわよ。さあ明日はサソリちゃんと決戦よ。おしゃべりはこれくらいにして寝ましょう。なんだよ、もったいぶりやがって。ったく変なやつだぜ。私たちの勝ちよ。
ってね。この辺りにいるはずなんですが。ほっ、なんだ、どこにもいないじゃないか。仕方ない、砂漠の殺し屋は僕を恐れて逃げたと父上に報告するとしよう。王子、砂漠の殺し屋デスカピオンです。さあ、サソリちゃんのお出ましよ。騎士の国の王子様らしいところを見せてあげて。しょうがないわね。兵士ちゃんたち、お坊ちゃんを頼むわ。さあ、行くわよ。注意しなさい。
え？はあ？お助けします。覚悟しな。よっしゃ、強くなれたみたいです。さて、砂漠のみんなを苦しめるサソリちゃんにはお仕置きをしなきゃね。なんだ、砂漠の殺し屋といえども全然大したことないじゃないか。お前たちいいな、これは僕の手柄だと説明するんだぞ。はい、もちろんです、王子様。うん、よし、君のおかげでなんとかなりそうだ。本当にありがとう。今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うから安心してくれ。あなた本当にこれでいいの？こんなやり方で名誉を得ても何も変わらないと思うけど。僕だって好きでやってるわけじゃない。父上や国民の期待を裏切らないためにはこうするしかないんだ。そう、あなたはそうやって生きていくのね。お前たち行くぞ。これで正しかったのかわからねえな。あんたの言う通り、あのヘボ王子はこのままじゃ何も変わらない気がするぜ。でもあの子は今の自分に満足していない。何かきっかけさえあればもしかしたら化けるかもね。私はそろそろ行くわ。旅の途中で見かけたら挨拶ぐらいしてね。それじゃアデュー。
我が国の王子ファーリスがあの砂漠の殺し屋を捕らえてきたぞ。ありがとう、ありがとう。勇敢な王子がいる限りサマディ王国の未来は安泰だ。さあファーリスよ、民に言葉を。皆さんの声援を力に変えることでこの通り砂漠の殺し屋を倒し捕らえることができました。ありがとう。今後もこの国の王子としてより精進を重ね。みんな慌てるな、俺たちには王子様がついてる。王子様がきっと魔物を倒してくれるはず。お、確かにファーリス王子がいれば安心だ。どうしたファーリスよ、お前ほどの実力があれば問題なかろう。民の期待に応えるのだ。父上、僕には無理です。はい。決したる者、信念を決して曲げず国に忠節を尽くす。どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。そう、あなたは騎士の国の王子。卑怯者で終わりたくなければ戦いなさい。僕は騎士の国の王子。やればできるじゃない、かっこよかったわよ。あなたはいい、騎士の国の王子様なんだから、いかなる時も騎士道を忘れちゃダメよ。に深い理解があるようだが、そなたは一体何者なのだ。ただのしがない旅芸人よ。母上、というわけでレースを走ったのも魔物を捕らえたのもこの方だったのです。顔を上げよファーリス、わしたちはこれまで等身大のお前を見ずに見合わぬ重圧を与えていたようだな。謝らなければいけないのはわしらの方やもしれん。これからは
妻と共に考えを改めるとしよう。だが先ほどの戦いで見せた勇気はなかなかのものだったぞ。防戦一方とはいえ騎士の国の王子としてふさわしい戦いだった。あの勇気があればいつかはお前の目標であるデルカダールの猛将グレイグ殿の隊にも入れるであろうな。グレイグって俺たちを追ってた。ところで父上、一つお願いがあります。ここにいる皆さんは虹色の枝を求めて旅をしているのです。お世話になったこの方たちに国宝である虹色の枝を差し上げてもよろしいでしょうか。虹色の枝か、そいつは無理だな。行商人に売り払ってしまったからの。虹色の枝を売り払ったですって？あれは国宝ですよ。どうして売ってしまったんですか。バカモン、なぜ今年のファーレス愛があそこまで豪華にできたと思っている。すべてお前のためにやったんだぞ。そんな。すまないことをしたな、旅の者よ。虹色の枝を売った行商人だが、ここより西のダーハルーネに向かうと言っておったぞ。これを持っていけば西の関所を越えることができる。ダーハルーネで情報を集めるがよい。すまない、虹色の枝のことは本当に知らなかったんだ。この通りだ、許してくれ。代わりと言ってはなんだが、サマディの騎士が使う伝統的な修行道具、このボウガンを受け取ってくれ。このボウガンで遠くにいる魔物を撃つと怒って近寄ってくることがあるんだ。うまく使えば効率よく戦いの経験が積めるぞ。君たちには本当に世話になった。何か困ったことがあったらまたサマディに来てくれ。この僕がいつでも力になるからな。Thank you.
待ってたわよ。はーい。何しに来たんだ。まだ俺たちに用があるのかよ。よっ。はっ。もう決まってるじゃないの。私もついていくわ。命の大樹を目指す旅に。そして邪神ちゃんを倒すのよ。おいおい冗談じゃねえ。いきなり出てきて何言ってんだ。俺たちの旅は遊びじゃねえんだぞ。もちろん遊びでついていく気はなくてよ。旅芸人として世界中を回ってたくさんの笑顔と出会ったわ。でもね、それと同じくらい魔物に苦しめられている人たちの悲しみにも出会ったの。私の夢はね、世界一大きなホールを建てて、そこで盛大なショーをして世界中の人々を笑わせることよ。でもみんなから笑顔を奪おうとする邪神ちゃんがいたら、その夢も叶わなくなるじゃない。だからあなたたちの旅の目的は私の旅の目的でもあるってわけ。それじゃあみんなこれからもよろしくね。やれやれ、相変わらず強引なやつだぜ。で、あなたたち、とりあえずこれからどうするの？命の大樹への鍵となる虹色の枝。その枝を手にした商人を追って、ダーハルーネの町に行こうかと思います。うん、なるほどね。でもあそこは港町。もう船に乗って海に出てるかもね。そしたら、どうやって追うつもりかしら？そうですね。その場合は定期船を乗り継いでいくしか。ダメダメ、定期船なんかじゃあまりにも時間がかかりすぎるわ。いつまで経っても追いつけないわよ。それじゃあどうしろっていうの？船で行けばいいのよ。自分たちで自由に使える船でね。そう、私が持ってる船。セルピアさん、すごいわ。やっぱりただものじゃないと思ってた。この船、お借りしてもいいですか？もちろんよ、仲間じゃないの。それじゃあ、私の船が泊まっているダーハルーネに行くわよ。ダーハルーネはここより西。さあ、出発！
せえ。おととい来やがれ。